おはようございます、プロデューサー。新シーズンにふさわしいいい朝だね。では、新たな目標を発表しよう。いい返事だ。では、行ってみよう。今シーズンの目標はこれだ。君の活躍に期待しているよ。あっと、いかんいかん。もう一つ大事な要件を忘れるところだった。実は君の力を見込んで、今週からもう一人君にアイドルを担当してもらおうと思う。ああ、君ならば可能だろうと思ってね。いろいろ大変だとは思うが、よろしく頼むよ。では早速、新たにアイドルを一人選んでくれたまえ。録画しておいて、続きは別の日に見るんですけど。いえ、面白くなかったんです。ホラー映画だったんです。それもゾンビで、内臓がぐちょぐちょなんです。私、そういうの本当に苦手で。それで、恥ずかしながら、それで結局最後まで見ちゃいましたけど、でも決して面白かったわけでは。そういうわけで、今朝は8時間しか寝られなかったんです。おかげでうつらうつらしてしまって。寝られるときは夜9時にはお布団に入ってます。もちろんもっと遅いときもありますよ。
何かあったら連絡を。ありますよ。ストーリー仕立てにして僕が悪者をバッタバッタと投げ倒していくのなんてどうです？あ、いいですね。それいただきです。プロデューサーさすがですよ。それじゃあ、よかったらこの栄養ドリンク飲んでください。